さんこんにちは。今回も始まりました、まるちゃんです。編集のデグパルです。よろしくお願いいたします。さて、今回はコンビニで買えるリラックマグッズを3つ紹介します。イエーイ。全部ですね、お部屋で使えるアイテムなので、リラックマが好きな方はぜひ最後まで見てみてください。まずこちらのリラックマモフモフクッションのポイントをご説明します。はい、1つ目のポイントはこちら、はい、見てください。このふわふわな生地です。もう触ってるだけで本当に癒されるようなふわふわの生地です。デザインなんですけれども、他ではなかなか見られないリラックマのぬいぐるみのデザインのクッションになっています。どういうことかと言いますと、見てください。ここ、わかりますかね？ここと、ここ、こことかにですね、普段ないステッチが入っているんですね。で、通常のリラックマとはちょっと違うレアなデザインになっています。こちら可愛いのはもちろんなんですけど、リモートワークなどとかでですね、このパソコン作業するとき腕を置いたりですとか、あとはちょっと腰が気になるわっていう方、ここ挟んでくださってもいいですし、そういう時にすごく便利です。もちろんね、あのベッドとかにポンって置いて枕にするのもとってもおすすめです。もうとにかく可愛くて癒されるので、ぜひぜひ手に取ってみてください。はい、続いてこちら、ニートさんのリラックマのお部屋ライトとコリラックマのお部屋ライトです。こちら一緒にご紹介します。はい、まずですね、こちらのリラックマは過去に1回書店にて発売をしていたんですけれども、とっても大人気で売り切れていた子が再登場します。はい、そして今回こちらの大人気だったリラックマのデザインに加えて、こちらのコリラックマが新たに仲間入りしました。赤いボタンついてると思うんですけど、このボタンもね、ちゃんとこんな感じで再現されています。そしてコリラックマの大好きなイチゴをね、大事そうに抱えているデザインがとっても可愛いかなと思います。お顔の方はね、お口がちょっとパカッと開いている、ちょっとね、あの愛くるしい表情をしているのかなと思います。で、続いてこちらはリラックマなんですけれども、こちらもデザイン寄っていきますと、リラックマここお利口にね、お座りしているデザインになっています。後ろを見ていただくと、はい、こんな感じです。これリラックマの最大の特徴であるジッパーがちゃんとついています。日中にお部屋に置いておいても、すごい大人っぽく、かつちょっと抜け感のある可愛いデザインなので、とてもインテリアにも馴染むかなと思うので、大人の女性にもとってもおすすめです。このリラックマとコリラックマなんですけど、並べてみると若干なんですけど、コリラックマの方がちょっとちっちゃいサイズになってます。この後ろ見ていただくとちょっとわかるかなと思うんですけど、リラックマの方が大きくて、コリラックマの方が小さいので、その辺も再現できてるのかなと思います。はい、続いてはこのライトの機能を説明させていただきたいと思います。まずですね、こちら、そこに電池が入る帽子があります。こんな感じです。単4電池3本入れていただければご使用いただけます。電池は別売りですのでお気をつけください。はい、でここにですね、スイッチがあるんですけど、これを押していただくと、はい、こんな感じでピカッと光ります。はい、でこれあのリラックマの方も同様で、ここ電池でここ押すと光ります。こんな感じです。可愛いです。光るとさらに可愛いんじゃないかなと思います。はい、でこちらが通常のモードなんですけれども、実はもう一つ機能があります。それがはい、こんな感じでですね、光がゆっくりほわーとゆっくりと明滅しているのが分かりますでしょうか。はい、こちらがですね、安らぎモードというモードになります。普通通常点灯モードでピッと一回つけた後にポンポンと叩くと、この安らぎモードに切り替わります。
安らぎモードは本当に眠る前とかにこのモードにしておくとスーッと寝落ちがすぐできてしまうような癒されるモードになっているので、ぜひぜひ試してみてください。はい、そしてこちらのライトなんですけど、もう一つ機能があります。それが1時間タイマーという機能です。こちらのさっきの電源ボタンを長押しします。はい、そうすると、はい、こんな感じで2回点滅します。2回点滅したら1時間タイマーが開始されたということになります。このまま寝てしまっても1時間後には切れているので、とても安心という機能になっています。5分前後はちょっとズレが生じてしまうこともあるのでご了承ください。はい、いかがでしたでしょうか。どちらもですね、ローソンの雑誌コーナーで発売いたします。こちらのリラックマモフモフクッションブックは、2290円プラス税。はい、そしてこちらのリラックマとコリラックマのお部屋ライトブックは、各2264円プラス税となっております。発売日などは概要欄でぜひチェックしてみてください。ぜひね、購入された方はコメント欄などで教えてくださったら嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。Thank you.